はい、こちら。皆さんが出していただいた問いの中からちょっとせず4つ選んでいただきました、はいはい、こちらになります。えー、ではちょっと読ませていただきます。はい、まず、はい、1つ目がでですね、お金のののために働くのかかそうではないのかというものそして2つ目が、えー、専業主婦の働きってどう思うかそして3つ目が働きすぎは何が悪いのかそして最後4つ目ですね楽しく仕事ができるとはどういうことかの、はい、4つになっております。 ではですね次の段階ではこの四つの中からですね一つ皆さんがちょっと気になるなというものを選んでいただきたいなと思いますので一二三四どれか選んでですねタイムラインの方に数字を投稿してください、はい、その中でですね皆さん気になっているものを今回のちょっと問いとして一緒に考えていきたいと思います,、はいすねはい、メインで考えるの一つに絞りたいと思うので、うん、どれか一つ数字でコメントをお願いしたいと思います、うんうん、はいでは一から四の中から数字お待ちしております、はいはい、お願いしますはい。 俺もたたたくさんコメントままししねめめちゃめちゃ来ました <laughs> ゃどうですか皆さんの問い見て先生印象としては。いやあのいいなと思いますでもやっぱり仕事で哲学っぽい問いっていうとややりがいみたいなことがやっぱり気になりますよねあとはその仕事ってそもそも何っていう時にお金もらうかどうかとかちょっとありましたけどボランティアはじゃあ仕事かみたいなの、はい、時々私も哲学対話でも考えるんですけど難しいですよね。そうですね私 話をしちゃうと私哲学対応の活動をもらして少しずつお金をもらうんですけどでもまあ好きでやってるので、うん、こうでメインでは学校で教えてたりして今日ここに来てるのも何て言うんでしょう趣味とは言わないですけど自分が普段こうやりたくてやってることの延長なんですよねなんか仕事って言いたい気もするし、はい、なんか言うと言わない方がいい気もしてて結構いつも悩むんですよね、うん、なんかそんなことも皆さんと共有できるような視点かなと思いますね、うん。では

え一、ー、か四。一か四がちょっと、パッと見多いかな、四、四多いですかね。あ、やっぱり一かもという方もね、いらっしゃいます。どれもね、うん、気になりますよね。そうです。一か四の二択になってきましたね。はい。暗記システム、そう、そうなん、ちょっと。暗記システム。ないや、ね、<laughs> スタッフが一生懸命、ちょっと見て、みんなで見てるんですけど。どれも気になるけど、四で鳥居さん、杉山さんも四。あとは、ええー、あきこさんにあ、じゃ。<laughs> ということで。四、まあの方が多そうなので。<あ>はい、そうですね、ちょっと。 じゃ集計の結果、ちょっと四が結構多いということですので、はい、今回はすみませんもう一回表示しますね。四のこちら楽しく仕事ができるとはどういうことかという問いで皆さん一緒に考えていきたいと思います。はい。はい、良かったです。決まりました、はい。決まりましたね。よかった。<laughs> でもどれも本当に気になる。<laughs> そうですね。テーマでしたよね。はい、ろれも気になります。はい。ありがとうございます。 も多分三十分じゃ答えが出ない問題になりましたね。うんまあ、ね答えは出すことが目的だよね、うん。そうですね。すだって出せ出すことが目的じゃないし出ないですね。はい。ということでテーマが四ということになりましたので、うんえー、ではここから哲学対話の方をスタートしていきたいと思います。うん、はい。では先生。 はい、えー、では皆さん楽しく仕事ができるとはどういうことかというものになりましたのでたぶん今ここらに出して,もらっていただくので、はいえー、それについてまず皆さんのぜひ意見や理由も添えてコメント欄でたたくさん教えてもらいいいなと思います、うん、私たちの方で気になるものを少しずつ拾ってまた問いかけし直しますけれど、はい、まずはぜひコメント欄でたくさんやり取りをしましょう、うん、多分これなんですか「なるほど」とかそういうコメントみたいなのあるんですよねいいなと思ったのもどんどんつけてもらうと多分優先してます。うん 拾えるかなと思うので、はい、えー、楽しく仕事ができるとはどういうことか、うん、えー、ご意見をお聞かせください,、はい。はい、ぜひまずここでは、ねはい、自由に投稿してみましょう。はい。で、あのパソコンからご受講の方はいいねとかも押せるので、よかったらパソコンからがいいねを押せるんですね。はい。してみてください。ええー、楽しいってなんだというもありますね。そうですね。<laughs> はい、本当にそもそも大事に使ってくださって、そうなんですよ。ただそこまで戻っちゃうと楽しいとは何かになるので、それも話したいんですけど。 それぞれの思う楽しいっていうことをある程度前提にしながらでも楽しいの定義なんでしょうという方がまたいますねみんな楽しいの定義が楽しいについて気になっているんですねそれなりに一旦各自楽しいをそれなりに思うものとともに書いてみてほしいかなと思いますやりがいとは違うのかなと思ってますどうなんですかね楽しさとやりがいって違うのかな 山本さんはやりがいやった成果を褒めてもらえる認めてもらえるそれだけでもすごく嬉しいですね。り、はいえー、さん単純に今日も仕事行くぞとワクワクしながら起きられること。あそれが楽しいという楽しく仕事ができているっていうのは実は朝にあると。<laughs> う,んう,んうん。確かにそうかもしれないですね。どうなんでしょう。でもこの人は昼間は楽しいと思ってないんですかね。<laughs> どうなんでしょうか。<laughs> わかんないですけどでも朝が憂鬱じゃないっていうのは大事ですよね。はい。で<の>ええー、大。 趣味と仕事が同じになっていることなるほどな,なるほどなるほど私はじゃあある種の趣味と仕事が同じになっているから楽しく仕事ができているのかな、うん、楽しいかな <laughs> 先生今自分に問いをかけましてねはいそうかそういうふうにキーワードを挙げていただくのもとてもわかりやすいですね、はいえー、佐藤さん、うん、好きなことを仕事にすると案外楽しくなくなることもありますよねう,うんうん。ね お父さん、楽しいゴールやりがい。いやっぱりやりがいにこうきっかけになりますね。今の自分にとって少しだけ難しい業務に挑戦するとき楽しさを感じますということです、うんうんうん。難しいチャレンジがもう楽しいっていう基準になるんですね。うん、そうですか。そう、まあそうですね。今日私に難しい業務にチャレンジしてるんですけど、<laughs> まあ、今楽しいので、<laughs> はい、あ,あのお父さんのおっしゃる通りかもしれないです、ねうんえー。やらされている感がないのが楽しい仕事じゃないですか。中村さん。 ユーチューバーってユーチューバー楽しい、楽しくし、楽しく仕事してる感ありますかね。ユーチューバーってあんま見ないですけど、見ますかユーチューバ私はもうユーチューバー大好きなので、すごい楽しそうです。みんユーチューバー最近辛そうなニュースも聞くけど、<laughs> でも楽しいのかな。あ、そうだ。たのつらみたいな。なのつら。たのつら。たのってあるんですか?。今作りました。<laughs> すいません。でもなんか、なんだろそれが全くとったか、辛さもないと楽しくないみたいな。うん、なるほど。楽しい話じゃ、ダメみたいなところも、なんかありそうなな。今の、でもいいですね。辛い。 と楽しいよ、別に単なる対義じゃなくて。はいはい、辛いからこそ楽しいみたいなことが、それのにはありますね。いや、ありがとうございます。<laughs> うまくまとえていただいて。はい。てあと楽しいが主観なので、個人によって違う気がする。うん,う,んう,んうん。いただいてました。はい。浅井さん、ありがとうございます。あ、こちらもちょっと似てますかね、先ほど岡野さん、仕事の楽しさは苦しみの後から来ると思いますというのもいただきます。あ、やっぱ苦しくないと楽しくないのかな。三船さんは定時に帰れるとかでしょうか。う,う,んうん。 ここにです,ね、すごいちょっと,きますありがとうございます山口さん仕事について充実感満足感がある、うん、竹山さん毎日新しい発見をすること榎本、うんえー、さん、えー、超絶技巧が成功したらできたら楽しい結果が成功に結びつけば楽しいと思うというのを頂い,いてました松田さんやらなくてはいけないこと好きなこと得意なことこの3つが重なり合うことイコール仕事が楽しいということです、ね、うか だからといって得意とは限らないし得意だからといって好きとは限らないですもんねはいフリエさん仕事内容と仲間でしょうか辛くても仕事仲間がいれば頑張れたりしますなさっきも人間関係って話もありましたもんねはいで、波があってもモチベーションを保ち続けられる続けられるっていうのも大事かもしれないですね 山さん帰りの電車の表情が豊かああ朝と帰り朝と最初と最後が豊かに過ごせるかどうかは仕事が楽しいかどうかのバロメーターになるんですね、うん、そんなことあるのかな帰りの電車ってそんな表情豊かに帰れますかね仕事した後いやどうなんでしょうかね私は結構ニヤニヤしてます <laughs> <laughs> 結構帰りの夕方の電車とかってみんな顔死んでるんですけどそんな豊かな人いるかな、うん、でもそう,そうなったら確かに明らかに楽しく仕事してるのはこの人だって思いますねはい藤田さん 楽しくて、個人的には社会の貢献度となり、かつ自身が食でかかる人が好き。で仕事ができること。貢献感か、ねうんうん。はい。ええー、木山さん、自分の欲求を満たせる仕事をすること。これ、皆さんすごい。これ、皆さんあげてますね。うん、時間をつい忘れてやってしまう。時間,つい,時間つい。辛いことって、やっぱり時間。そうか、辛いこと。 で、時間がやっぱりすぐ経つ感じしないですかね。辛いことって時間長く感じますか。うん、そうですね。終わりの時間を気に。あ,あ、そうか。かいつだろう、もう、まだ終わんねえなとか、うんね、いつ終わるんだろうなと思うと。うん、楽しい仕事って確かに、いや、でも、つい忘れちゃう時って楽しいかもしれない。です、ね、そうですね、うん。辛ければ、辛すぎて時間を忘れるってことは、あんまり。確かにない。あんまりないですか。なんか、ちょっと、わかんないですね。すい辛いから、なんか、早く終わらせたりとか、する、うん、みたいな感じや。 そうですね。の時間を忘れちゃうのに辛いっていうのはあんまり、まあちょっとやることが多すぎて辛すぎて時計を見てる暇がないとかをちょっと例外にすれば忘れちゃうっていうのは楽しいことの条件かもしれないですね。なん,なんか18もついてるすごい,、はい。夢中になってるみたいな感覚ですかね。あ、うん、そうですね。夢中っていうのもいいキーワードですね。はい、えー、あとはですね、今までできなかったことができるようになると楽しい山崎さん。先ほども挑戦とか楽しいって方いらっしゃいましたね。うんうん えそして仕事が終わった後に友人や好きな人に前向きに会いたいと思うときは仕事が楽しいときな気がします家のときは一目散に帰りたいということですねこちら楽しいやりがいがあるであって楽しいイコール好きではないと思います、うん、ここら辺ややりがいとか辛さみたいなところに少しシフトしてもうちょっと皆さんにお聞きしてみたいかなと思うんですけど、うん、何がいいかなうんさっきのその辛い、うん 辛くないと楽しいのか辛さがあるから楽しいのかみたいな話をちょっと聞きたいなと思っていて、うんはい、なんて聞くのがいいですかねそうですね「す仕事」うん「仕事も楽しさ」<laughs>「なんて聞くのがいいかな」「仕事が楽しいこと、はい、仕事が楽しくなるためには辛い経験は必要ですか?」うん、っていうふうに聞いてみたいと思います。多分やりががいってこととつながるとる思うんですけど、うん 仕事を楽しいと感じるためには、ある程度の辛さが必要ですかっていうことを皆さんに聞いてみたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。うん、ということで、ここからはですね、少し問いを発展させて、はいはい、仕事を楽しいと感じるために辛さというものは必要ですか,ですかという,う、ねはい、問いをちょっと一緒に考えていきたいと思います。うん、皆さんこちらに問いに対するご、えー、自身の考えを教えてください。 ちょっとあの,他のこと拾えずに私の方で方向づけちゃってますけどいいご容赦くださいでは、えー、見ていきますと他にはですね岩野さん仕事は辛いもの自分の大事な時間をそいでいるという感覚をなくすことうそ,うです、ね、そうするとやっぱ辛いものっていう感覚がないということが楽しいっていうことにつながるっていうふうにこの方こは考えてらっしゃいますよね、うん、岩野さんは、ねはい。あとはですね自分が投資した分以上のものが返ってくることと、うんうん、泉 そうですね投資に辛さがあるかどうかですね新しいことが学べることが楽しいうんうん、うん、これも辛くなくても学べそうですよね、はい、不得意だけど好きな場合もありませんかというのもいただいてましたね、うん、そうですね不得意だけど好きってでも結構辛い気もするんですよねなんかこうすごい好きでやってるけどサッカーすごい好きだけど全然上手くなんねえとかって結構辛い感じがしてうん,うん、うんうん、なんか 特意だけど好きなことを仕事にするのって実は結構辛そうな感じもますね。はい。ええー、それでですね、だんだんタイムラインも次の問いになってくるともうなってきましたね。いいいたいはい。ええー、おととした早い。はいす、ね。電話出てる。ええー、辛いけどその結果に楽しさや自立感があるととても楽しいと思います。うんうん。結果の楽しさ。うん。 辛いことが間プロセスのどこにはあってもゴ、うん、ールが充実してたり、うん、何か楽しいっていうことがいいわけですね。うんうん、間に辛いっていことはあっても構わない、うん、し、まあ大抵ありますよね。うん、で、えー、辛いというか困難のことにぶつかり乗り越えることによって楽しさが得られるような気がしましたということです。うん、困難にはぶつかる。うん、そうか。やっぱチャレンジとか乗り越えるとか、うん、そういうワードが出てきますけど、うん、やっぱり。 辛いかどうかは別にして、はい、ちょっとむず、ちょっと超えるの大変な壁とかがあるっていうことが楽しさの条件になるんですかね。うん、お父さんは必要だと思います。うん、辛い、過去壁を越えた時に満足感や至福感を感じますということです。うんうん、えーあとですね、必要だと思います。ビールのうまさが変わります。うん、森さんの、うんうん、この人は楽しさをビールのうまさで判断してるんですね。そして 学生でしょうか仕事ってどういう時に辛いんでしょうかまた辛さ乗り越えた時が楽しいんでしょうかそうですね <laughs> ですどういう時に辛いんでしょうかね、うん、まああなんか、まあ、結構でも上がってますよね少しコメント欄にも辛いポイントがね、はい、多分長い時間仕事するとか、うん、やりたくないことやるとか、はい、とプレッシャーみたいなものも上がってますよねうん、うん、で、辛さイコール負荷がある程度ないとつまんないです負荷イコール健全なストレスだと思います、うん、健全なストレス中村さん 私ストレス嫌いなんですけど確かにノーストレスよりはある程度負荷がかかっているストレスが健全なぐらいのストレスがかかっているっていうことがないとつまんないとやりがいがないというふうに言えるんですかね。楽なだけじゃ楽しくない小泉さんそして上神さん努力はつらいけどそれによって楽しさや快感があると思う努力を楽しめる人が一番強いと思うということです。他にはですね。 少し難しい程度の課題課題を達成できた時の達成感が楽しさにつながると思います辛いことがあるから楽しさが倍になる気がします、うんえー、辛さは必要ですねかわいたので島田染み当は格別です、うん、佐藤さんですね、はい、福田さんはですね辛い楽しい楽で楽しいとは別な気がという、うん、なんかそうかじゃあやっぱり 辛いの反対語は楽しいじゃないっていうことですよね。うん、むしろ結構皆さん必要だっていう方がこの質問には必要だって方が多いですね。すねなんかうんちょっと意地悪な言い方をすると、うん、でも別に、はい、あの辛くなくても楽しいことって日常生活いくらでもある気がして、はい、<laughs> こう趣味で何か,かスポーツ観戦に行くとかただ楽しいだけで何も辛くないですよね。うんうん、そういう意味ではこうあこれも次のまあもうちょっとだけ皆さんに聞いたからでいいんですけど、うん、こ 仕事の場合辛いことを乗り越えたほことの楽しさみたいなことが皆さん考えられてて、うん、でも日常生活で楽しいことをするときで別に辛さの辛さで十分楽しいことばっかりじゃないですか、はいはい、飲み会とかただ楽しいじゃないですかです、ね、なんか違いがあるんですよねそこら辺が気になってきました仕事における楽しさと日常生活に生活求めている楽しさってこう、うん、どんな違いがある、うん、仕事だってたら楽しいだけなら別に辛くなくたって いいじゃないですか、はい、いやダメなんでしょうけど <laughs> 何がダメなんでしょうか <laughs>、ねうん、次の問いかけにしますかねこれもうちょっと皆さんの話ちょっとコメント見てもいいですか、ね、もちろんですじゃあちょっと紹介しますね、うんえー、先の見えない辛さは難しいと思いますい先の見えない辛さ単なる辛さ仕事ではないですが、うん、受験などう仕事は要量よ,よくやれば楽しく感じる容量のポ 一人ではなく仲間でやっていいいいるとと強ささはは必要ないのでででううたただきましたねねう、うん、岩野さんそす仲間でやって確かに一人だとまあ基本的に辛いのでちょっと孤独だし、うん、それはあるかもしれないですけど仲間でやってて楽しく、はい、こう楽しく壁を乗り越えられるってことも十分にありえそうですよね、うん、まあそんな簡単じゃないと思うんですけどそ楽ばかりしているとつまらなくなるように思うというのを皆さん楽しいとを見て楽っていう感じに変換されて。 楽ばっかりだと楽しくない。なていのかな仕事の楽しさはやっぱり達成感かな。なんか達成感に見るから。スポーツ観戦して楽しいっていうとは、そもそも種類が違うっていうことですかね。ゲームばっかりやってると、勉強しようかなって思う。<laughs> なるほど、これでもありますよね、こういうは。えー ゲームばっかりやってると勉強しようかなと思ってゲームの方が楽しいですよね <laughs>、うん、楽しいことやってるばっかりいるとそろそろ楽ばっかりしてるとそろそろ頑張らなきゃなって思うってことかそうですねあと仕事の楽しさと仕事以外の楽しさ何か違う気がします,す、ね、宮原さん,うん、うん、その後もうちょっとしたらこっちにシフトしましょうか、はい、もうちょっとだけ 一番上まで追いたいですね。そうですね。ちょっとごめんなさい飛ばしちゃうと困るんですけど、仕事には辛さある程度求めているのかもという杉山さん。そもそもそっか、楽しさを求めているわけじゃなくて、辛いものが仕事だみたいなふうに思ってるんですかね。うん。美塚さん、折り紙は難しいものの方が楽しい。子供にリクエストもらうときはっきり感じました。なるほど、君塚さんありがとうございます。これすごいいい体験ですね。 皆さん登山やマラソンを考えると辛さの後に達成感イコール楽しいがるな気がします。皆さん楽しいを徐々に達成感にの言い換える方が出てきましたね。そこ、ね、れもいいことですね。はい、多分そうですね。スポーツ観戦して、えー、まあ私あるいはり野球チームファンなんですけどそのチーム分かった時に別に私は達成感は感じない。うん、あちょっと感じるけどあんま感じないので、うん、あの仕事の場合と違いますよね。はい 日常の楽しいをただの発散の楽しさ仕事の負荷の楽しさを生み出す楽しさだから別かなという意見ですね。さんのコメント追えいいいですねなた、ね <laughs> ね、たくさんいただいてありがとうございますじゃもう一回ぐらいあのさっきの話でちょっと聞いてみたいんですけど、はい、そもそも最初よかったですね最初にそもそも楽しいって何か分かんないっていうことがありましたけどここでそれに戻るっていうのがなんか良さそうな気がしてきました。 仕事ににおける楽しさっってててじゃあ何ですかかいいいいう,ふうに聞いてみたいかなと思います。多分、まあ、私の中ではですねこう日常生活で楽しいなとかこうハッピーだなと思うことと、うん、仕事をして楽しいなと思うことには何か違いがありそうな感じが、うん、あのしてきましたその辛いことについてお聞きしてみて、うん、辛さ仕事の辛さは必要でその先に充実感楽しさがあるっていうのはやっぱりちょっと仕事特有のことな感じがするので。うん 仕事における楽しさってじゃあ何だと思思いいいいいまますす。かっっていうにににちょとととシフトししたいなと最後に思いますあるるは仕事における楽しさと似てるものがあったらこれって結構仕事における楽しさと似てるよみたいなのも教えてもらうとこう比較しながら考えられるかなと思うのでそういう具体例を挙げていただくとかあるいは普通の楽しいとここが違うみたいに言っていただくのがいいかなと思います。お願いします。 はい、ありがとうございます。ということでですね、最後に、えー、仕事における楽しさって何ですかという問いを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ぜひ皆さんの具体的な体験やですね、えー、何がと何と違って比較してこうだという風な意見をね教えていただければと思います。うん、皆さんとお待ちしております。仕事自体の概念を丸ごとひっくり返すから何か変わり、ひっくり返せたら何か変わりそうだと。じゃあはい。仕事の概念を作っている辛さがあったり、風な厳しな楽しさの追求も、はい、なんかも。 仕事だと求めようとする雰囲気がある。うんうん、仕事についての理解がもうなんか前提になっちゃってるっていうことですかね。はい、確かに私は仕事について割とこれ固まって何か思ってるところがあるかもしれないですね、うんうん。いいと思います。ありがとうございます。自分の成長を感じることだと思います。安倍さんですね。うんうん、ありがとうございます。だいぶ違いますね。こう。スポーツしてて、あ、スポーツしてる時は別かもしれないけど、うん、単純に飲み会してて楽しい時に成長感じないですよね。うんうん <laughs>

活性化もだいぶキーワードっぽくなってますね。はい、ええー、でですね、他には日常生活にあ逆に日常生活における楽しさは楽だと思う。なるほど、でね、楽できるとか楽しさ、日常生活は楽できるかどうかというのは結構ポイントだと。うん、楽して楽しいとか、うん、楽してハッピーとか、うん、そういう感じですかね。うんうん、仕事として人と関わること,ことですね、うんはい。先ほど感謝されるとかにもちょっと通じてくるくっとこですかね。うん 現実的ですがお給料が出ること、これもでも大事なことですよね。お給料が出ると楽しい。うん、お給料が仕事が楽しいなとか思えるのはお給料が出るときだと。そうですね。お給料もらえないと楽しくないですかね。うんうん、なんか単純にこう、うん、自分にやった成果に対する報酬です。うん、分かりやすい形じゃないかな,な,な成果に対する報酬がもらえるっていうのはすごく楽しさの原因に楽しさでまあ充実感なんですかね。うんうん、専業主婦どうなるんだっていうのがまた二の問いにね、最初に出た問いにも戻りますけどね。うんうん、はい。 で,ですね。あとは必要とされるときまたやりたい、うん、もっと成長したいと思うということですね。うん、自分の結果によって努力が報われたときですかね。心が報われる達成感。はいえー、他人と、えー、心が一つになったと実感したときです、えー。仕事も勉強もスポーツも何事にも楽しさの共通点がありますねというふうに佐藤さんはおっしゃってます,す、ね。辛いことを乗り越えたときにやってくる楽しさのときには共通点がありますよね。うんはい、でもそう、なんかやっぱ気になってるのは。 そうじゃない日常にも別にいくらでも楽しいことってあって、うん、仕事の時にやっぱりかなりの人が前提して考えている楽しさってお金がもらえるとか、うん、充実感みたいなところ感謝とか、うん、そういうところにあるんだなっていうことが見えてきましたよね。うんはい、さんありがとうございます、えー、そししてて松井さん自分とと他社の幸福感が一致していると思えることでしょうか仕事をしながらそういうことが思えると、はい、それは楽しいというか幸せな感じがしますよね。はい ありがとうって言われることでしょうか、佐藤さん、えー。あとはですね、目に見える結果が出ることという,うコメントですね。うんうん、ありがとうございます。なんかちょっと方向性が違うやつとかもあったら、もうさもう少しなので、全然別の意見も拾った方がいいかなと思うんですけど、はい、なんかちょっと経路が違うものってありますか？うん、そう、ね。あるいはちょっと反論っていうか。うん。 ちょっと違うかもしれないんですけど学生ですが仕事に楽しいってあるんでしょうかああうそもそも楽しいのかっていうことはい、仕事って楽しいかどうかっていうところで考えるもの,かなものかっていうのはまだ考えられなかったして、はいえー、収入で好きなものを買うことがまあ一つの意見としても頂い,いてました。も少し下ももも見ていいいでで、はい、ですすすかははちろんですあとはですね 他者に認められることっていうのも、あの佐藤さんですかね。はい。はい。あの充実感っていうことを、まあ、言い換えてくださってますけど。他者に認められるかどうか。あの承認欲求みたいなのも別の方のコメントでありますけど。そういうところもありそうですね。そうや楽しい、そっか、まあ、ちょっとあえて楽しいって言っちゃいましたからね。嬉しいくありますよね。仕事をして。うん。少し下も戻ってもいいですか。はい。

幸福感なのか充実感ということも私の方で何度も言ってきましたけど、はい、あれ達成感、うん、ここら辺が微妙にこう重なりながら、うん、多分違うところもあると思うので、はいうん、こうそこはもっと本当は考えて丁寧に考えたいところですよね。うん、あええー、藤田さん、やっぱり勉強は楽しくないです。<laughs> いまそうですね。学生徒や学生にとっては仕事ほど勉強を機会でね、今日の話ができるかもしれませんね。うん、でも勉強って確かに。 あんまり楽しくないですよね勉強より楽しいことがあるって感じですかね勉強確かに達成感ってやっぱり辛づらい感じもするしすご受験とかがない限り辛づらいしお金ももらえないしちょっと仕事まさに皆さんが仕事の楽しさとしてあげられたものって褒められるとか他人に認められるとか達成感があるとかお金がもらえるとか勉強しててもあんまりそれないですよね。確かに勉強って結構やっぱ苦行な感じがしてきましたね。 楽しさがなくさら辛いだけな感じがあの勉強と仕事も対比してみるとしてきましたね、うん、はい。お互いに支えあえられる関係ですかね、うん、というのもいただいてました杉山さん、うん、自分は学生ですが学校とバイト先での仕事課題の楽しさでも種類が違うような気がしますそうですね学校のうんやっぱ違いますよね仕事や課題同じものをやったとしても、うん、やっぱ種類が違う感じがしてきますね、うんうん 何が決定的に違うのか今日まだわかんない力ってないんですけど、うん、うん、何が違うんだろうな。情熱の中に見つけられる楽しさ、能動的だしとも、うん、にいる人がいればなおさら楽しさに気づけるし次につながると思うというのもいただいてました。うん、山内さん、楽しいものを知る新しいことができるようになればは誕生に楽しくないですか？とう,うん、なんか仕事をしていてやっぱり新しいものに触れるっていうのができる仕事は楽しそうですね。うん、はい。そっか。 そうですね、だ単純労働とか、うん、こう本当に作業してるみたいなのは。うん、そういう楽しさって、え、づらいかもしれないですね。はい。で下本さん、やらされている勉強楽しくないという。じゃないですか、楽しくない気がし、<laughs> いや、そうか、なんからやっぱり、仕事もやらされるかどうかっていうのも。ポイントなのかな、今日も出てたけど、最初の方で。達成感ってこと、何かの結果が出ないといけないですね。といういいすなるほど、やっぱ結果に付随してやってくるもの、楽しさも。 そうですね、うん、今日言ってくださった楽しさの多くはそうですね結果についいてるかもしれないですね、うん、仕事のプロセス自体も本当はもっと楽しいはずなのかもしれないですけど、うん、今日出てきたものは割と感謝されるとか、はい、お金をもらうとか仕事が終えた後にやってくるって感じがしましたね佐藤、うんうん、さん社会とつながっている感が仕事の楽しさでしょうね<ー>っていうおっしゃってます,そす、ね、じゃあやっぱ孤独な感じは結構きついかもしれないですね、うん 認められるとかお金をもらえるとか、はい、そうかまとめると社会とつながっているっていう感じがすると勉強してても社会とつながらないですねそれだけだとそうですねなかなか考えにくいですよね、うん、山崎さんそもそも仕事が楽しいとどんな感情なんだろう素朴な気も子供の感情とは別物子供が楽しいと思う感情とはってことですかねうん、仕事楽しいって思う,思うかな仕事しながらあ楽しいってあんま思わないかな <laughs> <laughs> うん。 でも、やっぱり仕事に楽してほしい,い、ね、ですよね。はい、いただきました。うん、自分で課題を見つけて学ぶ勉強楽しいですというもの。はい、などなど見てきましたが、うん、はい。 ということでですね,ですねはい、約30分ぐらいですかね皆さんと一緒に、はい、あの座談会ということでこちらのタイムライン上ですがねあのたくさんのやり取りしてまいりました、うん、皆さんぜひですねこの時間を通して改めて学んだこと気づかされたことというのをぜひスクールのタイムラインに投稿していただきたいです、えー、学んだ投稿というのをスクールではできるようになっておりますのでぜひそちらのタブ使って投稿してください皆さんのたくさんの学びのシェアお待ちしております、はい、はい、では先生の方でですね、はい、最後今日の授業のまとめをちょっと教えていただき はいつでもあなたの学びのそばにいます豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながらあなたらしい生き方を作っていきましょう生放送への参加は無料録画授業も月額980円で見放題世の中から卒業をなくす救う